行きたい。みなさんこんにちは、エビゼーです。パパです。おいっす、はい、はい、今日ハッピーセットなんですけども、今日違う、そう、もうねこれ終わっちゃうシリーズなんですけれども、前回ポケモンをやりまして、なりきりマクドナルドハッピーセットがどうやらめちゃめちゃ人気らしくって、売り切れ続出してるお店が結構あるらしいので、今日は買ってきました。はい、タケルドメイが住んでるのは静岡県、静岡県のはまだ売ってました。はい、今日はおもちゃ全部で6種類なので、はい、今日も8セット買ってきました。2個食べていいの？そう、なりきりマクドナルドハッピーセットなので、マクドナルドの店員さんになりきって、それもまた動画撮ってみたいと思います。はい、今日も頑張って開封していきたいと思います。ちょっと待ったー。はい、何でしょう。はい、今日は、はい、ただ開封するだけじゃダメです。え、ただでは食べさせることはできません。なんで、ねえ、みんなさ、マックのポテト上がる音知ってる？ジュージューベイビー。違うでしょ、そんなワイルドな音してないでしょ。何、目なんだっけ。ビーポンポンポン。これ前、迷子の放送じゃん、それ。迷子になりました、たけるくん。知ってる。はい、はい、パパさん、行くぜ。ティリリティリリってやつでしょ。そう、ティリリティリリティリリ。うん、聞いたことあるね。で、その音が何か。そのティラリンティラリンの音に合わせて歌詞を乗っけてもらいます。おっと、題してポテトが上がった音で歌詞を乗っけようゲーム。イエーイ。歌詞、お腹すいた。じゃ例えばちょっとモモリで言ってみて。ティラリ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 ってことは6文字だね。例えばじゃあポテト食べたいとかさ。ほう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 。マック行きたい。あ、いいね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 。なるほどね、そういう感じね。そう、早く食べたい。で、それで、そう、あ、いいじゃん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 、いいじゃん。それで、じゃ面白かった人は、はい、今日買ってきたマクドナルドの商品を取っていって、うん、おっと、どん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 自分の好きなものを集めていってください。最後の方は最後の方微妙な、そうね、最後の方もしかしたらドリンクだけかもしれないし。よし、負けないぞ。いや、負けないぞ。ポケちゃまが勝つわよ。私が勝つわよ。負けないよ。カエルの歌がグワキロ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 カカカカカキロキロキログワ。よしよしよし、つわものたちが集まったね。はい、勝負しよう。じゃあ、じゃあその前に全部商品出してみようか。はい、うわ、めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂い。じゃあハッピーセット8個と、はい、パパとママ用に、うん、じゃん、照り焼きマックバーガー買ってきました。僕なんか好き。今前に置いちゃおう。メイガ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 メイ。それでは挙手制でいきましょうか。はい、今日の商品は照り焼きマックバーガーが2つ、イエーイ、チーズバーガーが4つ、はい、マックナゲットが4つ、はい、イエーイ、ポテトが8個、はい、イエーイ、よし、メロンソーダが4つ、はい、イエーイ、オレンジジュースが2つ、はい、イエーイ、リンゴジュースが2つです。イエーイ。さあ、全部やったね。よし、まずは照り焼きゲットだな俺。それでは、はい、ポテトの元に歌詞を乗っけるゲームスタート。イエーイ。俺食べない。俺俺俺俺俺俺、はい、はい、めいちゃん、ティラリティラリ、早く食べたい。いいんじゃないですか。OK です。好きなのを一つ選んでください。え、それやべ、ちくしょう、取られた。はい、どうぞ、たけるくん、早く全部食べたい。OK。 面白い。増えた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 、早く全部食べたい。何を。僕は照り焼きにします。俺のないじゃん。よっしゃ、パパのないぜ。ちくしょう、ただまあいいや、チーズバーガーでいいやじゃん。そしたら、はいはいはい、じゃあパパ、おいしくて聞いとれよ。俺はイケメン。どう。
関係ないじゃん。いいじゃん。ダメじゃない、イケメンじゃない。何じゃ、何麺、そうめん。ラーメン、ラーメン、ラーメン。めちゃん一個あげるよ。マジで、そういうのあるの。ラーメン、ラーメン、ありですよ。確かよ、俺ダメ。ナゲットゲット。いると思うんだよね、マクドナルドの店員さんにも、イケメンな店員が。だから多分言ってると思うよ、俺はイケメンって言って。ポテト上がるたびに、うん、楽しそうね。俺はイケメン。気に入ってん、気に入ってんじゃん。はい、次。はい、はい、たけるくん、早く食べてお腹いっぱいになりたい。違う、違うじゃん、もうちょっとリズムに乗れてないじゃん、もう悪いなのこれ。はい、なしです。はい、はい、はい、めいちゃん、ナゲット食べたい。ダメダメダメ、かわいい、オッケー。今のいいの。あ、たけるね、ずるいよね。やった、全部食った。はい、たけるくん、早くチーズ食べたい。タケルも大体長いじゃん。タン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 で終わるよね。チーズバーガー食べたい。オッケーよー。ちょっと音、チーズバーガーじゃないじゃんこれ。チーズバーガーじゃないじゃんよ。はい、はい、パパどうぞ。よし、行くよ。明日休み嬉しい。明日仕事ですけど。え、明日仕事。はい、休みの明日、休みだってればいい。はい、あ、ゆめちゃん流されたし。ジュース飲みたい。ちょっと待って、それシリーズいいの、それ。それもうね、めいちゃん、もうおしまいです。それシリーズもう、うん、ダメです。それで全部取れるかと思ったら大間違い。へへへへ、そんなに甘くはねえぜ。じゃあ、たけるくん、早く一人で食べたい。一人でなんだ。しかも完全に音がずれてましたけど。面白いから OK です。よっしゃ、ずり、面白さ、さっきのじゃあ俺の採用してほしいよ。、うん、はい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 、パパ、いくよ。今日はこれを買ってきたのは実はパパなんですけども、お金出した。どう、ダメ、なんでパパがいなかったら今日ダメです、ダメです。たけるくん1個どうぞ。え、マジで。俺1個も取れてないんですけど。お金出したよ、俺、これ俺、これ出したよ、私、私これ出した、お金出したから。なんだよね。はい、はい、めいちゃん、お金いらない。本当にいらないんだな。いらない、お年玉渡さないかな、今年。お年玉渡さないよ。ダメ、やだよ、やだよ。面白いね。オッケー、めいちゃんいいよ。なんか好きなのどうぞ。なんでいいのよ、そこで。はい、たけるくん、なんでも、なんでもありじゃん。じゃあ待って、今考えちゃう。考えてから手を挙げてください。はい、はい、めいちゃん、ママ、好き。いいよ、じゃあ、2個どうぞ。はいはいはい、はい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 、じゃあ、はい、パパ、はい、ママは美人。本当にそう思ってます？嘘っぽかった？嘘っぽい、なんか欲しい食べ物、食べ物ください。マジでパパ、一個いいよ。じゃあまずチーズバーガー、どんどん大きくの。はい、はい、パパはイケメン。ちょ、さっき否定したじゃん。ね、なんかそうめんとか言ってたじゃん。はい、はい、パパはデブメン。おい、誰がデブメンや。ちょっとダイエット始めたわ。はい、はい、パパ、ちょっと真面目に言っていい？トゥルルトゥルルっていう音は俺これだと思うんだよね。ちょっと聞いて、いくぜ。ポテトできた。多分ね、働いてる人ね、うん、そう聞こえてんだと思う。そうだよね、うん、ポテトできた、あ、ポテトできたって言って、うまいとかないのかい、ね、君たち。ソーダ、ソーダとかないの？ソーダ、ソーダ、メロンソーダ。嬉しくないよ、そんな。なんか多分これ採用されんじゃない、多分。あ、出たよ、マクドナルドさんで。明日あたりポテトできたに曲変わってるかもしれない。ああ、じゃあマクドナルドをテーマにして一、はい、人一つずつ言ってもらいます、うん、はい、そして一番良かった人が、うん、全ての残ってるものをあげます、もらいます。よっしゃ、逆転チャンス。はい、じゃあ、たけるくん、ポテト一本ください。
なんでそんな1個いっぱいやってる1個なんだね。じゃあ次メイ。はいはい、どうぞ。ハッピーセット開けたい。おおいいね、子供らしい。いいね、うんうん。はい、じゃあ、はい、パパどうぞ。おいしいマック。タケル良かったと思うけどな。タケル笑えた。ポテト一本とかじゃん、だって。すごい笑えた。笑えないよ全然。謙虚で笑えた。じゃあ、であとね。なんで？ママが。だってもうカメラの前の皆さんみんなそう言ってますよ。ママ？ママ？本当だね。カメラの前の皆さん。違うよって言ってるじゃん。言ってません。もう今日はこれで俺はもうこれ食べるの。もうビール飲んで。最悪。はい、というわけで今日はママが考えてくれたマクドナルドのポテトが上がる音、テロリテロリに歌詞を乗っけて遊ぶというゲームにチャレンジしてみました。はい、いかがだったでしょうか。はい、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。パパはイケメン。